ドコモスタイルシリーズ回 -08A は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモスタイルシリーズの端末。名称はビューティー防水携帯。女性をメインターゲットにした回 -02A の後継の防水端末。コンパクトなボディはそのままに一部機能を強化している。防水機能は これまでの IPX5、IPX7 に加え、世界初の IPX8 等級に適合し、推進1.5メートルでもカメラが使える。背面のデザインは、K-02A の左右対称型から、同時発表の SH-05A や P-10A などにも見られた、左右非対称のデザインになった。これに伴い、2インチクベが液晶の、大型サブディスプレイは廃され、 0.5インチ一色表示の小型の UKL サブディスプレイになった。このため、端末を開けずに見られる、表示、操作可能な機能は大幅に減った。メインディスプレイは3.0インチのフルアイド v g a マイナで、回 -02A と同様、NEC やパナソニックモバイルコミュニケーションズの端末に多く、使われてきた解像度が4 8百8 5 4ドットで、 発色数が約262,144色のタイプである。メインカメラは、回 -01A や回 -03A に使われていた約520万画素 CMOS のものに変更された。画像エンジンには、回 -09A と同様に、富士通独自のミルビュートモバイルを採用している。女性をメインターゲットにした端末らしく、 目を強調して撮影ができる美肌瞳強調モードを備える。加速度センサーを使って運動強度を測定するエクササイズカウンター機能によって運動強度を測定できる。サービス面でのスペックアップもなされ、フォーマーハイスピードは 3.6Mbps から 7.2Mbps になり、新たに iWidget、iConShell、iApply ア Online ア、GSM ローミングに対応している。 またフラッシュに対応した新型ブラウザや 2-in-1 のビリナンバーメール着信機能も対応している。Bluetooth や GPS には対応していない。また、楽々、本部やいマイナス0 q へと同様、TN リンク対応の谷田製の血圧計や体素成計と赤外線通信を使って機能連携ができる。なお、メインカラーとなるビューティーピンクは、 ネイリストの黒崎エリコがプロデュースするエリコネイルとのコラボレーションモデルになっている。以下のアイアプリが購入時に端末にプリインストールされている。2009年11月5日に以下の変更がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。